はいどうも、とどまると申します。本日もマリオメーカー2やってまいりましょうというわけで、こちらコメントでコースリクエストをいただきました。ウィークリースピードラン 0.61%。ウィークリースピードランということは、なんか毎週スピードランを作っておられる方なんですかね。なるほど。ここタイムアタックっぽい感じだね。タイムアタックというか多分時間がきついんだろうね。で、こここう言ってもう時間ねえんだ。まあちょっとタイムアタックは苦手とはしているところではございますけれども。まあ、クリアルズ 0.6% とかでしょ。頑張ればいけると信じたいけどね。トントントーンでターンでこう切り替えてこう行ってこう行っての。おーっと、なるほど、時間がね。最後のところでなんかコーナーブースト的なのを決めないとクリアできませんよ的な。そんぐらい時間ギリギリだったらちょっとやばいかもしれんなとは思う。おーっと、なるほど、時間が全然ねえ。なんだ、でもあんまり今省略できるとこあんまり見つかって、ここのヒップドロップに入るタイミングとここのリカバリーというか上登る壁キックかな。最初ちょっとスピンしながらジャンプしながらバネに自ら当たりに行った方がちょっと早いみたいな可能性はあるかなとは思いますけれども、どうですか。あ、まあ早いっちゃ早いけどね。いや、わからんな。全然間に合わんね。早い気はしてるよ、自分的には今の壁キック。なんだ、どこ省略できるんだ。あと、最初のこれ。あれを使って、なんかちょっと心持ち、コーナーブーストっぽいことをやる。それが大事なんじゃない。で、ここもちょっと意識する。うわ、やったいけた、やったいけた、びっくりした。30分くらいかかったわ。めちゃめちゃ難しかった。 OK、 というわけでコース ID ありがとうございました。本日もマリオメーカー2やってまいりましょう。 9.980。 あー、いや、これはやばかった。悪魔の P スイッチ襲来、難易度が5分の5ってことかな。目に見えた P すべて踏むべし、141分の0。さあ、悪魔の P スイッチ、時間制限もあるんだ。80秒だけど、 P の数的にまあそんな時間ギリギリじゃないんじゃないかって思いますけどね。多分これこっちから行った方がいいですよっていう話だと思うんですよ。でこれは多分1個残しといて、オンオフを切り替えてからぐるっと回ってくる的な話っぽい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 。あー、1個踏み損ねているよ。踏み損ねというか叩き損ねというかだけど、むずっ。ちょっと待ってよ。でここ、あー、ここからきついな。あー、でもそこ1個振ってくるんだ。はいはいはい、オッケーオッケー、これでもういけるという。ちょっと一回落ち着こう。あー、下に行くんだ。はいはいはい、まあ初代スケ、でもなんかもうぼちぼちゴールっぽくね。いや、なんかちょっといけそうな気はしてきた。うっすらうっすらとちょっといけそうな気はしてきましたけれども、まあ確かにここまでクリア者が出ていないのもまあうなずける。難易度をさあ、トントントンと慎重に一個ずつ一個ずつ、焦るのが一番良くないのでね。でここから一回下に潜る。はい、トントントンで、トーンでちょっと左に一回行ってから帰ってこないといけないので、ちょっと余力残しつつ、下って書いてある。下って書いてある。下何、下そっちにあったんだ。ワンちゃんの希望を残して、やった、いけた。絶対順番違ったけどね。森のちょいむず70秒スピードラン、表エリアは毒上がります。229分の0。さあ、やってまいりましょう。70秒のスピードラン、一応今のところここまでクリア者が出ておりませんので、そこそこ難しいんじゃないかという、懸念はありますけれども、ここは滑っていけば大丈夫で、壁キックをちょっと空振る形にはなりましたが、これでオンオフを切り替えることでこっち行けます。さあ、これデカ状態で、この毒沼が結構時間ギリギリなんかなという印象ですね。なるほど、ちょっとまあ三段ジャンプの反応できませんでしたが、まあそれでもなんとか許してもらえる感じではありましたので、これ多分間に合ってないな。これ間に合ってるか、間に合ってないね。さあ、出てきてすぐの三段ジャンプ反応できましたので、さすがにこれは、間に合うんじゃないだろうか。でこれは滑りながら、ここから滑っていけよっていう話かな。オッケーオッケー、まあなんとか反応できました。ここの隙間とか入っちゃいけないんかな。これで、まだピンクコインは残り2枚ありますが、1回鍵はいただきましたので、鍵ドアに入ることはとりあえずできました。まあここら辺は何もやられる要素がないから、まあまあ丁寧にやっていっても大丈夫なんじゃないかなという気はしますけど、
こことかもあれなんかな、毒沼の上がりが結構厳しい感じなんかな。まあまあなんとか間に合うね。ただ残り13秒しかないですね。13秒しかないとちょっと厳しいんじゃないかという感じはしますが、しゃがみジャンプクルーンをしなければいけないのは、ちゃんと目に見えておりました。鍵ドアが集まりました。鍵コインが集まりまして、鍵ドアに入れますという、あ、ゴールなんだ、やった。最近鍵ドアと鍵コインの言い間違い多いんだよね。一発マリオオンオフの秘密。さあ、オンオフの秘密というコースなんですけど、え、これは無理じゃん。ブラックパックンいるからオンオフ反応しないじゃん。ん、何これ。でもオンオフを切り替えないとここゴールできない。ん、なんだこれじゃあ。え、何これ、どういうこと。ノコノコが生き返ってから歩くの、じゃあ見てみる。生き返って歩いたところで結局ブラックパックにぶつかるだけなんだよな。ん、なんだこれ。めっちゃ遠くから投げてみたからって何かが起きたりとか、そんなことしないよね。そうだよね。え、何これ。え、わかんないな。え、あ、もしかしたら画面外なら反応するとか。いや、反応しないわ。めっちゃちょっとでも微妙な位置から投げてみるわ。そしたらなんかブラックパックがいない判定になって、いけるとかないな。じゃあめっちゃ遠くから投げよう。一番端っこから投げて完全なスクロール外なら反応するとか、そんなことある。でもいや、ないな、反応しないわ。なんかこの辺からね、遠くから投げたらブラックパックがいないことになってオンオフが切り替わって、うーん、甲羅だけ帰ってくるとか、そんなことかなと思ったけど、そんなことでもないんだ。え、じゃあなんだ。ほう、めっちゃ勢いよく投げてこの辺で見てみる。いや、いけないな、オンオフ。オンオフ切り替わんないよな、そりゃ。はい、どうですか。切り替わらんよな、切り替わらんよな、そりゃ切り替わんないんだよ。はい、どうですか。蹴っ飛ばしてみたら、蹴っ飛ばしてみたらいけるとか、そんなこともないな。え、なにこれ、わかんな、マジでわかんね。左に投げんの絶対違うよね。まあ、それは違うわな、そりゃ。じゃあ、あえて追っかけてみる。追っかけたら、でも、ブラックパックンがいるという事実を再認識するだけだから意味ないよね。わかった。一回、ブラックパックンがいるっていうのを見たらダメなんじゃない？だから、ここら辺で待っといて、まず、ノコノコに来てもらって、いや、来ねえわ、ノコノコ来ねえわ。ノコノコだけ見たい。ブラックパックンを見ずに、ノコノコだけを、オッケー、ノコノコだけ見た。そして今回はゲーム始まってから一度もブラックパックンを視界に入れていないから、これならいけるとか？いけないか。今回はよりギリギリでノコノコを見てるので、マジでブラックパックンなんて知らないっすよ。うわ、いけたわ、いけたわ、やっぱりこれで合ってたんだ、合ってたんだ、すごっ。